はいどうも、つるちゃんでございます。え今日は虫持ち御所を紹介してきてます。本省の著作年代は不詳であるが、おもすどの女房がミノムの日蓮大聖人に年の初めに虫持ちや歌詞などをご供養申し上げたのに対するご返事である。おもすどの女房は、 富士上野郷の隣、重須、現在の北山の地頭、石川新兵衛義助の妻であり、南条時光の姉にあたる、日光商人の借伏によって入信し、純粋な、純真な信心を貫いて、明一、 明一孫二の名を賜っている現在の北山本文寺はその子義忠が創建したものである本章の内容は初めに明一孫二が元旦に餅などをご供養されたことは功徳も増し人からも愛せられることになると述べられている次に 時刻と言っても仏と言っても我々の生命に備わっている備わっているものであるから成仏の法である法華経三大法のご本尊を信ずれば大工読を受けることができるとご教示なされている。 本日の動画は以上で終わります。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。ご神筆がここに載っております。